国民民主党は、日本維新の会と結んだ参議院静岡選挙区での相互推薦などの合意について、昨日一転して白紙にすることを決めました。維新との合意文書には、参議院静岡選挙区と京都選挙区で相互推薦を行うことなどが盛り込まれ、静岡では国民会派に所属する現職を推薦することになっていました。 国民民主党は昨日両院議員総会を開き、合意文書について党内の手続きに不備があったとして白紙にすることを決めました維新側も合意の白紙化を進める考えです国民民主党の幹事長で静岡県連の新馬会長は合意文書はなくても京都では維新の推薦を継続すると話しました一方、静岡は それぞれの各党がですね応援すると言っていただければそれに越したことはない維新もその中の一つであることは間違いない静岡については維新側で判断することとしつつも支援が得られることを期待しました